そう、約1億6000万円が入りましたと。で、3月14日、まさに破産が決定した今年の3月14日の残高が、なんと4313万2886円ということで、さらにさらにもう少し驚いたのが、破産をしている3月14日以降にもですね、森管財人が実際にこの武蔵野銀行を回収、お金を回収した時点では、そこから約300万円お金が減っていて4,022,1498円という残高になっていたと。まあ、破産開始決定後も大津はこの武蔵野銀行のお金を約300万円使い込んでいたということが分かりました。で、差し引きしますとですね、約1億6000万から4000万差し引きすると約1億2000万円、まあ、正確に申し上げると1億1885万6840円というものがいわゆる使い込まれているということです。まあ、この1億1800万円の内訳っていうのがその下に出ていまして、まあ、破産管財にも相当起こっていたというか、まあ、ありえないという表現でしたが、この括弧14番の4150万円というお金になります。で、当初の大津綾香の説明っていうのがですね、政党プロモーション広報に関わる業務委託費であり、委託先は複数であり、下記の通り支払ったと説明。3つに分けて支払っています。1つは1650万円は現金で1月15日に払った。これ現金で1月15日に払ったという説明をしている。まあ、ある破産の申し立てが1月18日ですので、まあ、これ現金で払ったと言ってるんですが、もう全く証拠がないような状況です。2番1500万円は不動産会社、大津綾香のお父さんが代表者を務めている不動産会社に、1500万円を支払った。これは1月30日に振り込みによって行ったと言っています。そして1社への1000万円の振り込みは令和今年の2月27日ということで、足し上げるとですね4150万円なんですが、この管財人がこの1社への振り込みを確認したところ、商業登記の行われていない会社であるというようなことが分かってですね、でこれに対してですね、破産管財人がもうこの4150万円に対しては全額返すように書面を送付した、認められないということですね。いわゆる不正に4150万円を使っていると。なんとこの4150万円もの契約に対して業務委託契約なんですが、契約書すら交わしていないというところが分かったということで、返金を求めたところですね、これはもう犯罪者の特有の回答だと思うんですが、今から5日前ですね、7月11日にこのような説明に変わったということです。なんと委託先は1社であり、現在同社との間で業務委託契約を遡って解除して4150万円を返金してもらう方向で話をしているということで、いうことが、いきなり3社とお金を払ってた、複数と契約してたと言っておきながら、5日前にお金を返せと言われたところ、1社との契約で現在委託業務委託契約を遡って解除して4150万円を返金してもらうように調整をしているということが出てきました。これ相当森管財人もですね、呆れ顔というか、どうしてもできないという感じでした。で、もっと分かりやすいのは次の項目15番、2000万円大津綾香講演会、1月30日です。今年の破産の申し出が出たのが1月18日ですから、そこから12日後に2000万円ものお金を大津綾香自身が代表者をしている政治団体に寄付しているということです。あれだけ私に対してホリエモン新党であるとか、ちなみには NHK から国民を守る党からホリエモン新党に寄付したことは1円もありません。そういうことができると言ってたわけで、一度もやったことがない。しかしながら大津綾香は同じ代表者、これもまさに彼女がいつも指摘しているようにですね、いわゆる利益相反する政治団体になんと2000万円ものお金を、しかも破産申し立てがされた後に2000万円振り込みをしています。これに対してももう破産管財人の方から返金するようにということを伝えているということです。
で、まあ、その次のところになってくるとですね、弁護士費用1860万円ほどです、まあ、これほとんどが、トヨタ弁護士ということになります。もちろんトヨタ弁護士の下にいる女性の弁護士や労働審判の時にちょっと違う弁護士が出てきましたが、おそらくこの1800万円のうち1500万円程度は、トヨタ弁護士に入っていると思われます。で、ここに実はトヨタ弁護士は正当な報酬だから返すつもりはないと回答しています。しかしながら関西には今後ここは精査していくということを言っています。で、この差額のですね14番から28番まで、約1億1800万円のところで、すでに大津彩香にお金を返せと言っているものが全部で5点ありますので、それをさっき説明すると、23番のところですね、破産手続き開始後の預貯金出金と、これはもう、破産詐欺罪とかっていう前に単純に窃盗ですかね、これね、はい、いわゆるもう代表者が犯罪人に変わってるわけですね。3月14日の15時で、その後に、お金を約300万引き出しているわけですね。こんなの窃盗以外に何もないというところで、これは返しなさい。で、もう一つその下の24番89万2478円、これは小口現金、いわゆる現金として持ってたお金なので、これも返しなさい。まあ当たり前のことなんですけど、これも返していないと。で、もっともっと驚くのが27番673万3262円、内容不明、現在破産者代表者に確認中と。あれだけ不透明と言っときながら、670万円もの使途不明金があると。これももう返してくれというところで、この5点ですね、14番の4150万円、15番の2000万円、23番の291万円、24番の89万円、そして27番の670万円、これ足すと多分7100万ぐらいになりますかね。さっくり足したら7000万ちょっと超えてました。もうすでに7000万円を超えるお金を大津彩香は関西に返せと言われているというところです。ですから我々が、東京都知事選挙でポスターを貼ったようにですね、大津彩香お金を返してくださいは、あれは全然間違ったものではなかったということですね。もう当然みんなで作るのと代表者として返してくれと、そういう意味ではなく、彼女が使い込んでいることは明らかでしたから、彼女に対して破産財団にお金を返してくれ、その額がいくらかというと、少なくとも7100万円はもう破産関財人が特定をしている。それ以外の約5000万円、約4000数百万円についてもですね、従前ビルの賃料であったりとか、従前ビルの重機だけでも420万円も買ってますね。まあ、これも処分して売って処分して換金しろというようなことを言っているということですが、この、まあ、26番の振込手数料以外のお金については基本的には返金してもらう方向で今後調査をしていくということでしたので、大津氏に関しては約1億1800万円のお金を返せということがこれから言われていくと思われます。で、まあ、もうここまでの資料が揃うたわけですので、早速、警察の方に、詐欺破産罪および、場合によってはこれは窃盗になるのかなということで、告発をいたします。明日14時には麹町警察の方に今先ほど予約をというかアポを取りましたので、私と村岡弁護士がこの資料を持ってですね、直ちに、まあ、これ国外逃亡する恐れもあると思います。これだけの金額ですから、特に説明が2点3点してるっていうのが大きな問題なんですよね。破産が確定している破産申し立てはされてるにもかかわらず4150万円ものお金、これも大津の申告によるものですから、670万円の内容不明のお金と合わせて、そもそも4150万円っていうのを、これを特定してる理由もよくわからないんですが、おそらく大津彩香が4150万円を党のプロモーション内に使ったという申告に基づいて、破産関財にはこういうお金のくくり分けをしたんだと思いますが、要はもうはちゃめちゃなことをしていると。少なくともこの4150万円の契約書はない、3カ所に振り込んだと言ってたのが返金するようにお願い、命令というかね、お願いをして要請をしたところ、5日前には、委託先は1社だったというような苦しい弁明をしているというところであります。それ以外にもいろいろと言いたいことはあるんですが、まずはやはり彼女予想以上の額ですね。少なくとも僕も5、6千万円ぐらいは抜いてるのかなぐらいの感じはしましたけども、
おなんと1億6000万円のうち1億2000万円約これを彼女は不当に使い込んでいる、あるいはどこかに資金を隠しているということが分かりました。で特に、まあ、2000万円の大津彩花講演会については私も質問してですね、ここの口座差し押さえできないんですかというところも、ね、聞いてみたんですが、ちょっと裁判所も直ちにその口座を差し押さえることができるかどうか調べますというようなところで、まあ、今返金希望していると、まあ、これね任意で今お願いをしているって感じなんですね、そのいわゆる森管財人は。しかしながらこれもう相当悪質です。少なくとも3月14日に、もう代表者が管財人に変わった後から290万円ものお金を使い込んでいることについてはもう子供でも分かることですよね。もうあなたはこの会社の代表者じゃない、この党の代表者じゃないんですよ、管財人の許可なくお金を使っちゃダメですよと言われてるのに300万円引き出してるっていうことなんですよ、約300万円ね。まあそういったことからしても、まあ、警察としてもおそらくそんなに複雑な案件じゃないと思いますので、まあ、今のうちに早く被害の届け出を出してですね、大津彩花が早急に逮捕されるように、金額もとにかく1億を超えていますので、まあ、これから確定、まあ、確定しているだけでも7000万円超えていますから、早急に警察の方には僕はもう逮捕状を取ってやってもいいと思います。そうじゃないと要は彼女自体は今日の説明会にも来ていないし、いわゆる管財人の質問に対しても答えないということをしていますので、明らかに犯罪を隠そう、証拠隠蔽しようというのが相当強い意志が感じられます。従いまして、先般の公職選挙違反などとも合わせてですね、明日直ちに刑事告訴を、まあ、告訴あるいは告発をしてですね、身柄の確保をしてもらうように警察の方には強く要請しようと考えています。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け取りせ、多分レンジャー警視の方めっちゃ18自信よ、見たくないのもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をセクハラ。